エアバス A330 エアバスベルーガ XL エアバスベルーガ XL ベルーガ XL の初飛行エアバスベルーガ XL は欧州のエアバス社が開発した大型貨物輸送機である。2014年11月に本機の開発計画がローンチされ、2016年7月19日に細部が公表された。本機の製造には A330 シリーズの貨物型 A330 から200回の全部胴体と旅客型 A330 から300の後部胴体を利用している。コンポーネントや機器は従来のものを再利用しコックピットや貨物室を新規開発した。バブルエアフレームセクションと呼ばれる拡張部を胴体上部に加えることで全長45メートル、内径8メートル、 最大積載重量50トンの貨物デッキを備えることになる。これはベルーガ ST に比べて30%容積が拡大している。またベルーガ ST と同様に貨物の搬入、搬出のための開口部を得るためコックピット部は機体下部に移されている。この機体はベルーガ ST と同じく同社のナローボディ機やワイドボディ機の製造用部品輸送用に運用され、 ヨーロッパ各地の工場から完成した胴体セクションや左右主翼セットを最終組み立て施設があるフランスのトゥールーズやドイツのハンブルクへ運ぶのに利用される。2023年までに警護機の製造が計画されており、完成後は順次従来のベルーガ ST を置き換える予定となっている。当初、初号機は2019年中頃の就航が予定されていた。 2017年1月8日、エアバスはベルユーガ XL の主要パーツの組み立てを開始したと発表し、2018年1月4日にロールアウトした。その後、地上試験を経て2018年7月19日に初飛行に成功し、その後10ヶ月間にわたって600時間の試験飛行を行う予定とされたが、最終的には700時間、200項目を超える。 試験項目をこなして2019年11月13日にエアサから形式証明を取得した。その後、当初計画から約半年遅れとなる2020年1月9日から正式な輸送業務を開始した。本機のベースとなったエアバス A330、貨物室が非用圧なのはベルーガイス T と同様であるが、本機では 貨物必要席がベルーガ ST から30%拡大されており、ベルーガ ST では変翼だけしか運べなかったエアバス A350、XWB の主翼を左右セットで運べるようになった。ベルーガ ST に比べて胴体は6.9メートル、最大幅は1.7メートル拡大され、積載可能重量が6トン増加している。機体全部は A330 から200、 機体後部は A330 から300をベースにしているが、これは重心を適切な位置とするための工夫であり、貨物室床面や構造は A330 から200回のものを踏襲している。拡大された貨物室の取り付けには3ヶ月を要したが、接合のために8000個もの新規部品が用いられている。垂直尾翼が巨大な貨物室に隠れるため、 垂直安定版の面積を50%拡大した上で水平安定版にも2枚の垂直安定版が追加されている。貨物扉とコックピット含む機種部分はフランスのステリアエアロスペース、貨物室はドイツのデハールで P3 ォイトエアロスペース、後部胴体及びドーサルフィンはスペインのアエルンノバ、水平尾翼ボックス延長部及び水平尾翼翼端の垂直安定板は スペインのアチトゥリンが担当した。巡航速度は高度35000フィートでマッハ0.69。最大積載時の航続距離はベルーガーシティの900回りから2300海里に大きく延長されている。出展、エアバス社公開資料所限性能。ありがとうございます。